日本の政治を自分で変えるしかないぞというふうに思いましてですね、今医師の方がどんどん専門家が非常に高くなっていってるんですけども、教育制度の問題ずっと置いていかれて70年をほっぽりっぱなしなんですよ。だからこれをやっぱり何とかしなきゃいけないんじゃないかということをずっと言ってるんですけども、本気でリハビリテーションのありようを今後考えていく必要があるというふうに思ってるんですね。ちょっとそれはこんなこと言っていいのかな。どうぞ。あとでカットすればいいか。